どうも石田です。さあ研修医生活127日目、10月11日、この日はどんな一日だったかというと、ロボット手術の麻酔を行った一日でした。その模様をお伝えしたいと思います。さあ研修医生活127日目、この日はロボット手術、ダビンチというロボットを使った左の腎臓がんを摘出するという手術でした。ロボット使う手術っていうのは珍しいのですごく新鮮なんですけど、僕の場合は新鮮さがあまりなかったんですね。なぜかというと、僕は泌尿器科を回ってたからです。泌尿器科回ってた時にね、月水菌が手術だったので、そこでね、何度もダビンチを見たので、あ、ダビンチってこういう風にやるんだっていうのが分かってたので、その手術自体は全然目新しくなかったです。じゃあ麻酔はどうだったかっていうと、まあ、結論から言うと、ロボット手術の麻酔って他の手術の麻酔とそう変わらないんですね。まあ、強いて言えば朝が、他の手術だったら8時半なんですけど、ロボット手術の場合は時間が遅くなるんですよ。多分ロボット準備する時間があるからだと思うんですけど、8時45分なんですね。なので15分開始が遅くなるっていうところは違いますけど、他は違いがほとんどないなっていうふうに感じております。もちろんね、この手術によっていろんな麻酔の方法があるので、そういう意味では違ったものがあると思うんですけど、薬とかっていうのは他の手術と比べて何か特別なものを使いますっていうのは特になかったですね。で、このロボット手術の麻酔をやって感じたことは何かっていうと、面白いって思ったんですよ。僕泌尿器科回ってたので、その手術ってどういう風にやるかって見てたし、その手術を見てる時にこれはこうしてるってことを上野先生が教えてくれてたんですね。なので、あ、今こういうことやってるんだっていうのがこの画面越しに分かるわけですね。今ここの血管を処置してるから、ここの血圧が上がるとかね、見た画面と麻酔のモニターのところの関係性がね、分かるような気がしたので、そういう意味でね、面白いなって思いました。あと面白いと感じたポイントで、何気に重要じゃないかなと思ったのが、あの終わりが分かるっていうのがやっぱ楽しめた理由だとも思うんですよね。そのテレビとか考えてもらったら分かると思うんですけど、ここがこうピークみたいなのあるじゃないですか。で、こう終わっていくみたいなのが話の中にあったとして、何も知らない状態だと、もういつ終わるかとか分からないんですよ。ずっと麻酔管理してて終わりですって言うと、お、終わったんかいみたいなね、感じになってしまうんですね。ところが、その術式を知っててある程度やることが分かってたら、あ、始まりましたみたいな、うまく摘出できましたっていうのがよく分かるわけですよ。もちろん外科の先生と比べたらもう全然理解度は低いですけど、だけどある程度こうしてるっていうのが分かったから、面白いなって感じることができました。そう考えたら、やっぱね、どういう手術をするのかっていうのが事前にね、勉強できたらすごいいいなって思いましたね。ただもう絶対時間がないんですよね、そんなのね。だって1日に2件とか3件とか手術を受け持って、その2件3件とかに対してどういう手術をするかっていうのを聞いた時に、その手術のアプローチ法がどうなのかっていうのは、もう絶対にね、そんな分からないですよね。しかも書物とか見てただけじゃ絶対分からないじゃないですか。なので、多分何度も麻酔をかけてっていうのを経験してる麻酔科の先生は、こういう手術でこういう風にやるっていうのが分かってるんでしょうけど、研修の身分では、ね、到底ね、毎度毎度行うね、手術をね、把握するっていうのは難しいなと思いました。ただね、泌尿器科を回ってその手術の内容を知ることができて、こう比較できるっていうのは良かったですね。何も知らない手術とある程度分かってる手術を見た時にどう違うかっていう感じ方ができたのは、本当にね、6月に泌尿器科を回ったおかげかなっていうふうに思います。はい、そんな感じでね、ロボット手術の麻酔管理を行ったという話でした。麻酔自体はね、他の術式と比べて特に変わった薬品を使ったってことはないんですけれども、その前に泌尿器科を回ってたから、どういう手術か分かっていたので、そういう意味で他の手術よりも面白く感じたっていう話をさせていただきました。なるほど、ロボット手術の麻酔お疲れ様でした、いつもより楽しくて良かったですねと思った方はね、ぜひ高評価押していただけたら大変嬉しく思います。また石田のイテレではこのように僕の研修生活の模様をお届けしております。まだチャンネル登録してないよって方は、この機会にぜひチャンネル登録していただけたらと思います。また各種 SNS、 Twitter、Facebook、Instagram も更新しておりますので、よければそちらの方もぜひチェックしてみてください。特にね、 Twitter の方頑張ってつぶやいておりますので、概要欄の方にリンク貼っておきますので、よければぜひご覧いただけたらと思います。そしてフォローすることもぜひ忘れずにしていただけたらと思います。はい、ということで本日は研修医生活127日目、10月11日の模様をお届けさせていただきました。なんかこう、前やったことがね、繋がってくるとすごい嬉しいですよね。6月にやってた泌尿器科の話が、このね、10月の麻酔になって役立ってくるっていうのはね、なんかすごく嬉しいなっていうふうに思いました。こうやってバラバラにやったことが2年後のね、研修が終わった頃にはなんか繋がっていって成長するんだろうなっていうのを考えたら、これからのね、研修も楽しみになっていきましたね。
これからもしっかり頑張っていきたいと思います。でこれはね勉強にも言えると思うので、今はねこう一つ一つの単元をバラバラにやってるかもしれないですけど、一つ一つの単元がつながってくるとすごいねまとまった知識になるし力がついていくので、ぜひね一つ一つの分野を、ね、しっかりあなたも頑張っていただけたらと思います。僕もねそんな偉そうに言わずにしっかり頑張っていきたいと思います。明日はねすごい事件が起こったんで、また明日の内容も楽しみにしておいていただけたらと思います。それでは本日はここまで、また明日の動画でお会いしましょう。 See you next time. チャンネル登録はこちら。